どうも、ともハッピーです。動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、お願いします。何今の？何今の動き？あれ、グッドボタンもお願いしますみたいな、高評価もお願いしますみたいなこと言おうとして、あ、最初それ言ってなかったみたいな、動画も見てもらってないのに、評価も何もないですよね。っていうのはまあいいんだけども、今日、もうね、皆さんに語りたい僕は、FAB について語りたい。FAB はフレッシュ&ブラッドっていうね、ニュージーランドで生まれたカードゲームで、まあ、全世界で流行ってますと。マジック・ザ・ギャザリングポケモンカードゲームの次に流行ってるなんて言われて、去年ね、日本でもすごい小さくこうやってる人がいる中から、今5月になったとこ撮ってますけど、5月になったとこ撮ってますけど、去年の年末から今年5月にかけてのこの半年で、どん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 盛り上がっていってますと。その盛り上がりがもうやばいですっていう話なんですよね。盛り上がりがすごいですっていう話をまずはしたくて、まあ、どれぐらい盛り上がってるかっていうと、まだねマジックとかポケカーに比べたら日本では可愛い、遊戯王と比べても可愛いし、デュエマと比べても、ワンピースカードゲームと比べても可愛いと思う。まあ、可愛いって言ってもでもそれなりにまとまった数の人がもうすでに楽しんだりパック開封したり、興味を持ってたりして、すごい注目されてるタイトルっていう位置づけになってて、でなんでまだそれぐらいかっていうと、まだ日本語版カードがないんですよね。日本では英語版カードしか売ってなくて、それでみんな遊んでて、もともとマジックやってた人とか、今マジックやってる人とかが始めてたり並行してやってるっていう状態なんですけど、取扱店はまだ少ないですよ。多分通販でまあ10店舗もないのかな、シングルカード売ってる店って言ったらぐらいで、まあ、あって10店舗、店頭でもまあ秋葉原で4店舗ぐらいで、全国でも多分20店舗ぐらいなんじゃないかなっていう、まだざっくりの感覚なんですけど、それぐらいなんだけど、その取り扱ってるお店の一つである僕がね1ヶ月半前始めたカードンではもうめちゃめちゃな勢いでボックスとかパックとか正直、ご購入いただいてますと。僕がやってるね、あの自由すぎる通販ショップ、インフルエンサーセレクト通販ショップことハッピー商店の通販サイトにおいても、たくさんフレッシュ&ブラッド FAB のボックスをお買い上げいただいてるんですよ。でボックスだけ売ってたのが、たくさんご利用いただけて、もっと便利にしたいということで、パック販売も最近始めてるんですよ。でそんな中、ま、このタイトルね、断念しましたっていうタイトルなんですけど、断念したんですよ。断念しました。前から話に上がってて、検討はしてたんですが、この度ですね、もう断念して、通販サイト、ハッピー商店で、FAB のシングルカード販売を開始します！何これ何これ、断念ってポジティブなニュースじゃんって思うかもしれないですけど、何を断念したかっていうと、自由すぎる通販ショップハッピー商店のその自由すぎる、何でも好きに置けるみたいな、僕がおすすめのもの、気に入ったもの、作ったもの何でも置けるみたいな、その特性は維持するものの、商品の 99% 以上がフレッシュ&ブラッドになっちゃうんすよ、これやると。フレッシュ&ブラッド3年前に生まれてね、まあ、3年以上かな前に生まれて、もうたくさんのカードの種類があるんですよ。カード名で言っても種類あるし、その同じカード名の中で赤、黄色、青っていうバージョンがあるものもあるし、それの光ってるやつ、普通の光り方のやつと特別な光り方のやつがあったりとかして、相当な商品数になるんですよね。そうすると他の商品置くときにフットワーク重くなるし、埋もれやすくなるしっていう感じなんですよね。ともハッピーの通販ハッピー商店の自由性を高く保つことを断念しましたっていう話なんですよね。なんでこれシングルやるかっていうと、まあもちろん商売だから儲かると思って、喜ばれると思ってやるんですよ。でもこのフレッシュ&ブラッドっていろんな要因があるんですけど、そのコミュニティをずっと運営されてた方がね、小規模から6人とか10人からコミュニティ運営されてきた大阪の方とか東京の方とかいたりとか、先に取り扱ってたショップさんとかね、 TCG バーさんとかがあったり、まあ、たくさんの人が小さい状態から盛り上げてきたと。このゲームは面白い、可能性が高いと思って、みんなが本当にこの盛り上がることを、それも楽しみの一つとして FAB を楽しんできた、盛り上げてきたっていうのがある中で、
僕ともアッピーも貢献できたっていう、こう実績があって、まず日本で最初に正規仕入れを行って販売した店が、何を隠そう、ハッピー商店なんですよ。最初に台湾の問屋さんから正規仕入れ品で仕入れて大量に販売したっていう、まとまった数在庫がある適正地で売ってるお店っていうのを最初にできたことで、定期仕入れとしては最初にできたことで一つのインフラに貢献できたと。でその際に自分もフレッシュ&ブラッド気になって縁あって、まあ、体験してね、これ面白いなってことで、いつもマジック対戦ばかりをやってるね、やそと対戦動画を撮って公開したと。まあルールもちょっとぐちゃぐちゃながらも、世界大会の1位2位のデッキでも対戦して、また動画も出したと。 YouTube で一番最初にフレッシュ&ブラッドの多分実写の対戦動画日本で上げたのは、まあ、少なくともまとまった再生数あったのはトムハッピーチャンネルなんですよ。ただ引け目もあって、僕はその後忙しくてあまり FAB のこうステップアップはできてないですよ。もっとやりたいなとか、カードを集めたい、デッキ組みたい、強くなりたいとか、もっと動画もやりたいとか思っても、なかなかそのカードの準備とかもあってバタバタしてて、プレイヤーとしてはもう全然上達できてないし、まあ、そんな中なんですが、このゲームのパワーを本当に感じてるし、本当に面白いゲームだと思うし、もっとインフラが整っていけば、もっともっと盛り上がっていくだろうなって正直感じてて、で実際カードンの店頭に立ちまくってて、 FABやってるお客さんの話聞いても、もうみんな本当のこう本当の本当の魅力を感じてるっていうか、なんか語彙力がないけど、このゲームに対しての評価とか、その胸の高鳴りが皆さんすごいんですよ。実際にでもパックボックスだけじゃなくて、シングルカード買ってかれるお客さんもすごい多くて、で反面買い取りは、まあ、たまにまとまって余ったカードを開封したやつとか持ってきてくれる方いるけど、買い取りはそんなに多くないんですよ。買い取りがそんなに多くないっていうのは、まだまだ流通量が少ないっていうのもあるんですけど、流通量が少ない分取り扱い手もまだ少ないんで、そんな中販売は好調なのに、絶好調ですね、むしろ絶好調なのに買い取りが少ないっていうことは、みんなそのカードが欲しくて欲しくて、でも手放したくはないと、欲しい人に対して手放す人が全然少ないっていうのは、それだけみんな魅力を感じてすぐ飽きないゲームであるっていうことでもあるんですよね。まあそれはプレイしてる方もそうだし、コレクションしてる方もそうだと思うんだけど。で、パックがね、またこれ開封が面白くて、ちょうどいいくじ引きなんですよ。なんか650円のパック販売価格で今、まあパックにもよるんですけど、結構数万円のあたりがたまに出ちゃうみたいな、そのマジック的に言うと未来予知時代の日本語タルモゴイフフォイルみたいな、未来予知出た当初じゃなくてちょっと後の時代のそんな感じ、あとジェイスのフォイル狙ったジェイスくじとか、そんな感じのパックが多いんですよね。アートも素敵なんですよね。アートももうマジックプレイヤーだからっていうのもあると思うんだけど、ポケカ好きの人は FAB のアートにはあんまりハマらないかもしれないけど、僕個人としてはめちゃくちゃアートがかっこよくて、結構統一感も高いんですよね。でマジックの土地カードみたいな景色的なイラストのカードも多いし、全部キャラクターじゃなくて、キャラクターはゲーム中そのお互い場に出してるヒーロー1体ずつしか基本的にはキャラクターは出さないから、それで、まあ、技のカードに、アクションのカードにね、キャラクターが描かれたりするんだけど、要はキャラクタードーンっていうカードばっかりのカードゲームってあるじゃないですか。それと違ってなんかこうキャラクターが大きく描かれてたり、中ぐらいで描かれたり、めっちゃちっちゃく描かれたり、描かれてなかったり、そのいろんなその単体のアートとしてこの枠の中で世界があるっていうか、キャラクタードーンだとどうしても背景になっちゃうじゃないですか。世界観が、その世界観が出てる、そのいいか、その FAB の魅力を俺そこまでさ別に俺が言わなくてもそれアート見てみてねでいいんだけどちょっと熱量がすごすぎて、とりあえずね熱いんですよ FAB だから、インフラをねその整える貢献にもなるし、新しいタイトル、それも海外産の、しかもニュージーランドのタイトルですよ。今までなかったよね、ニュージーランド、オセアニア産のタイトルで盛り上がったんで、今までなかったと思う、カードゲーム史において。今カードゲームって言ったら日本だけめちゃめちゃ強いと、日本だけ、まあディズニーロカーナとかさ、海外でもね今後発売される予定があるけども、まあマジックザギザリングとか海外産タイトル強いのもあるけど、なんか基本的にはもう日本がカードゲーム大国すぎて、でこの日本を中心に盛り上がることがカードゲーム盛り上がるのに大事っていうのは今後そうなんですけど、反面その世界の他の国でカードゲームが生まれて世界でヒットするっていうのももっともっと歴史上あった方が業界全体の盛り上がりにつながると思うし、
幅広く見た時にカードゲームの歴史の一部に強く貢献できる可能性があるんじゃないかなと思って、何を通販でシングルカード扱うだけで何を大げさなって思うかもしれないじゃないですか。これ違うんですよね、実は目標があって、変なこと言わないように気をつけたいんだけど、ハッピー商店はフレッシュ&ブラッド専門店実店舗のオープンを目指してシングルカードを取り扱います。出たよって感じだよね、視聴者の皆さんからしたらね、出たよ単一タイトル専門店お家芸じゃねえかみたいな思うかもしんないけど、実際にシングルカードを取り扱ってフレッシュ&ブラッドの盛り上がりに貢献できつつね、たくさんご利用いただいて商売として成り立ちそうだったら実店舗出します、秋葉原に出します、もう秋葉原からもう宣言する、秋葉原出します、僕の拠点なんで。でぶっちゃけ来年の3月以降になります、出すならそれまでの10ヶ月は絶対様子見ます。なんでかっていうと、カードンってパートナーである大野さんとやってますと、株主で社長のパートナー、まあ両方ね、株主役員っていう構図でやってて、僕は今後の人生でたくさんいろんなカードゲーム屋さんをオープンして業界を盛り上げたいっていう思いがあるんですけど、ただこの1年間はカードンへの専念度を上げるために、カードンオープンする3月から1年間は新しいカードは出さないっていう約束をしてるんで、出すとしてもその後です。僕が今までカード屋をたくさんオープンしてきてるし、あのやると言ったらやる男なのは皆さん見てきてもらったと思うんで、フレッシュ&ブラッドもっともっと盛り上がってほしい方、ハッピー商店でのシングルカード取り扱い頑張っていきますんで、ごひいきによろしくお願いします。はい、あとまあ言える範囲で言うと、それなんか古巣のハレルヤの邪魔になるんじゃないの、ハレルヤ3の候補になるんじゃないのって思う方いるかもしれないですけど、まだ FAB の規模はハレルヤ3の候補として現実的に他のタイトルに競合してくるほど大きくはないと思いますし、例えば名前を出すなら遊戯王デュエルマスターズの専門店やるよりも、その大きいところが大きいビジネスとしてやるにはまだ歴史が短くて商材も少ないし対比としては弱いし、ハレリアは正直そこまでフットワーク軽い会社だと僕は思わないんで、まあもちろんフットワーク軽い部分もあるんですけど、まあ元々のハレリアをよく知る人間としてそんなにフットワーク軽く FAB 専門店今やろうってことはさすがないと思うんで、まあ、もしかしたら競合するかもしれないけど、ハッピー商店っていう会社はですね、商売をとことん楽しむっていうのが理念の会社で、例えば動画会議の場合最初なんていう、動画会議始めます、楽しんでいきましょう、ハッピーハッピーみたいな感じで、まあちょっと別にそれだけなんですけど、宗教色強い会社じゃないんですけど、体育会系でもないですけど、その商売を楽しむっていうことを大事にしてるんで、今やりがいある楽しいと思えるこの商売をフットワーク軽くね、ハッピー商店らしくやるのはいいのかなと思いまして、そういった決断に至りました。自由性が高いハッピー商店を楽しみにしてくれた方はすいません。結局自由にいろいろ扱うって言っても、まあ一部その T シャツなどのグッズを除いては結局カードゲームのサプライとかが多かったんですよね。そして売り上げはもうそもそも FAB のボックスが 95% 以上で推移してたんで、まあ令和の虎プレゼンバトルとか令和の虎スリーブもいいんですけど、まあ、95% 以上 FAB のボックスバックが売り上げになってますんで、今そのままの流れでねやった方がいいと思う。シングルの取り扱いを開始いたします。はい、ということでこの瞬間もうシングルカード販売は始まっております。タイミング合わせております。皆様 FAB のシングルカードの取り扱いを始めた新生ハッピー商店、何卒よろしくお願いします。チャンネル登録、動画の評価もお願いします。ご視聴ありがとうございました。また明日。Oh.